それでは皆様お待たせいたしました。 U12 ジュニアサッカーワールドチャレンジ2013開幕戦、 A コート A グループションブリ FC 対柏レイソル U12、 B コート B グループ東京ヴェルディジュニア対バルセロナ、キックオフです。
給水タイムはロスタイムには加算されませんので、あらかじめご了承ください。給水タイムも含めて25分ということになります。
ますよの選手の交代です。9番の選手に代えて10番の選手が入ります。レイソルが2点目を決めました。9番の選手のゴールです。2対0とレイソルがリードです。バルセロナのゴール2対0。22番の選手ですかね、23番かな。Oh.
早そうとチョンブリ FC 対柏レイソル U12 は2対0で柏がリード中、ビコと東京ヴェルディジュニア対バルセロナは2対0でバルセロナがリードです。本日は会場の飲食エリアでは冷たい飲み物や食事を販売しております。非常に暑くなってきましたので熱中症にご注意ください。気分の優れない方などいらっしゃいましたから近くの大会スタッフに早めに申し出てください。チョンブレス市対柏レイソルの方は興奮されております。2対0と柏がリードしております。こちら B コート東京ヴェルディジュニア対 FC バルセロナはバルセロナが2対0で後半開始です。
柏レイソルも3点目を取りました。3対0と柏レイソルがリードです。
バルセロナ4点目、19番の選手のゴールで4対0とバルセロナがリードです。
しました。 A コートチョンブリ FC 対柏レイソル U12 は3対0で柏が勝利。 B コート東京ヴェルディジュニア対 FC バルセロナは4対0でバルセロナが勝利しました。大会グループリーグ勝敗表、試合日程はですね、お配りのプログラムで確認してください。続きまして11時15分から第2試合 A コート A グループ鹿島アントラーズジュニア対大宮アルディージャジュニア、 B コート B グループセレッソ大阪 U12 対メガルタ仙台ジュニアです。